ヘンリー・ハドリーは、アメリカ合衆国の作曲家、指揮者。ボストンのニューイングランド音楽院で、ジャドウィックに作曲を指示した後、1894年から2年間ウィーンにおいて、ブラームスの秘書で、ハイドン研究家のオイゼビウス・マンディチェフスキーに、音楽学を指示した。1896年から1904年まで、ロングアイランドで、教会オルガニストを務めた後、ミュンヘンにおいて、 ルートビヒトイレに作曲を指示。1909年に帰国してすぐ、シアトル交響楽団の指揮者に、その後は1911年から1915年まで、創設間もないサンフランシスコ交響楽団の指揮者に任命されるが、1915年からは作曲活動に専念した。1920年から1927年まで、ニューヨークフィルハーモニー協会を、 1929年から1932年まで自ら創設したマンハッタン交響楽団を指揮。校舎ではアメリカ人作曲家の作品を集中的に取り上げた。この間、世界各地で指揮者として客演しており、1930年には来日して現在の N 教を指揮し、大成功を収めた。新交響楽団では10月5日の演奏会で自作、ラテン 日本初演している。1924年より、アメリカ文芸アカデミー会員。1937年に、ガンヌ・ため高会。ハドリーは、高キロマン派音楽の作曲家であり、恩師チャドウィック譲りの民族主義的な傾向と、トゥイレ経由で掌握したアール・シュトラウスバリの、合法華麗な音響感覚によって、数々の優れた、還元楽曲を残した。公共曲では、 好んで表題公共曲を書いている。異国趣味を題材にした作品も多い。還弦楽ではしばしば拡張された調整によっている。一方、室内楽はより伝統的なブラームスを思わせる音楽語法でわびしさを切々と歌い上げる作風のものが主である。ともすれば、この時期のアメリカ人作曲家がブラームスを手本にした場合、重苦しさや、 物悲しさが強調されがちなのに対して、ハドリーの室内学は入話で多感な表情を持ち、戦立的な魅力を称え、全般的に洗練されており、もっと見直されてよい。ありがとうございます。